9月10日に放送された、突然ですが占ってもいいですかフジテレビ系にグラビアアイドル橋本里奈が出演。番組の新占い師である及川亮に、自身が一番気になるという、恋愛について占われた。写真、目のやり場に困る、橋本の彫刻のような美ボディ及川氏は手相からは恋愛遍歴を占うと、28くらいでも好きな人できませんか と指摘橋本もそうですねと意味深に返答した続いて実際に今結婚を考える時期すでにそういう状態になっている感じ友井川氏は発言し橋本はもうちょっとそっとしておいてくれへんかなと笑いながらコメントする様子が映った売名行為なのかな橋本さんは柔道男子6 6キロ級金メダリストの阿部一二三選手との交際が報じられています 今回行われたパリ五輪では、パリの会場に足を運び、安倍選手の金メダル獲得を大喜びしていた様子が報道されていました。その後彼女のインスタグラムでも、安倍選手のスポンサーであるアディダスのスニーカーをアピールした、におわせ、ショットを数々投稿しています。芸能プロ関係者。そんな、におわせ、からの地上波の出演、加えて恋愛相談というディープな内容に、 視聴者はさすがに元気が差したようだ。結婚する気満々なのにまだ匂わせするのはなぜだろう。売名行為なのかな本当にほっといてほしいならこういう番組にも出ないよね。しかし、今回の放送で視聴者の的は橋本さんだけではなかったと、前で芸能プロ関係者は続ける。その標的の的は、占い師の及川さんです。彼は人相、手相、 生年月日から占う占い師だと言い,い、橋本さんのことも人相、手相などから占っていました。しかし、その発言はネットで調べたかのような内容ばかり。もし結婚したい人がいるなら、そこで決断してもいいんじゃないか、と発言もあり、橋本さんと安倍選手との関係を事前に調べたのかと思うほど、視聴者からもその内容への指摘の声が相次ぎました。 視聴者からはこんな声が届く。この占い師、週刊誌の記事とかネットの記事見て阿部、二三とのこと知ってるんじゃないの。占いというより今当てはまることを占いっぽく話してるだけに感じる。あらかじめ知っていることを伝えるのは占いとは言わずに相談とか面談って言うと思うよ。今後匂わせが真実となる日が来るのだろうか。占いの信憑性はいかに